デイトリー。いった、あれフレッド、ね、ん、何が起こった？フレッド、ちょっと待て。これいつもの映像か？いや違う、現実だ。え？うわあ！この空間、いきなりリスタート？待てよ、戻れる時間がない。え、俺今まで何をしてた？なんで記憶がないんだ？何か手がかり。立花カノン、あなたたちも一人ずつ行動した方がいい。いろいろ分かったらまた連絡するわ。リンド、怪しいやついる。何聞いてもダメ、様子おかしい。薄井凪、ご連絡申し上げます。カノン氏ご本人ではありませんが。フレッド、カノンさんから連絡来た。ちょっと気になるからまた連絡するわ。わかんねえ、こんなやりとりしたっけ？覚えないね。お、サムドリンクスのレシート、注文されてるのはオレンジティーサイダー。そうだ、俺これ飲んだ。そうだ、さっきみんなと言ったんだ。うん、そこなら戻れる。戻れる、ひとまず戻ろう。なんで記憶がない？この時間で何が？14時頃、渋谷ストリーム前。あ、まだ店行ってないもんね。リスタート。サムドリンクスでみんなと集合したってことだよな。なんでこんなに忘れちゃってんだ？それに直前のあれ、ん？フレッド、カメラが3ついるっぽい。3箇所同時にカメラ見ながら探すんだと思う。カノンさんから連絡来た。ちょっと気になるからまた連絡するわ。フレッド、いや、とりあえず集合してから。ストリームのサムドリンクス来て。とにかく店に行こう。ああ、リンドウ来たな。じゃあ食いながら作戦会議か。そう、そうですね。でもその前に話が。どうしたの？俺は今時間を巻き戻してて。ふーん、未来で何かがあったのですな。いつもだったらそうなんだって言えるんだけど、今回はほとんど覚えてない。ん？覚えてねえ？そんなに遠い未来から戻ってきてんのか？いや、そういうことじゃなくて、おかしいんです、記憶がないみたいな。あいつの能力使えば？ってあれ？いないし。いねえな、何か連絡来てるか？何が起きてるかわからない。フレッドのことも気になるけど、まずは記憶を取り戻さないと。ねえ、連絡あったの？さっき見たフレッドのことはまだ黙っとこう。状況が分かってから。カノンさんから連絡が来たって。連絡あったんだ、なんか分かったって？また連絡するって。あの、っていうか教えてくれ、今日何があって、なんで今みんなここに集まってる？住所、ええ、簡単にお話ししますと、本日は3日目、朝一番でカノン氏より入電、妙なノイズが現れた。メッセージ、これか。立花カノン、ツイスターズに連絡。妙なノイズが現れてる。死神たち、うちに狙いを定めてきたみたいね。とりあえず警告、危ないからバリーのメンバーに近づかないで。うん、あなたたちも一人ずつ行動した方がいい。いろいろ分かったらまた連絡するわ。本当だ。が、それっきりカノン氏と連絡が取れぬため、手分けして渋谷中を調査して回り、何か発見次第合流し、再び解散を繰り返し、最後にこちらへ集合いたしたというわけですな。発見した情報は、とにかく様子おかしいやつが多い。渋谷シンドロームだろうね。渋谷シンドローム？何それ。ほんと忘れてんだ、さっきも説明したのに。
いや覚えてないし。街の人が突然意識不明とか無気力になるやつ。ああ。ニュースにもなってるぜ。渋谷でだけ増えてるってよ。それってまさか。でしょ。ビジーズノイズの影響でしょ。後遺症だよ。抜け殻みたいなやつ見たじゃん。俺も見たの。うん。マジか、思い出せない。おや。ではカノン氏を敵視する者との遭遇については、俺もその場にいたってことですか。ふむ、忘却済みと。ああもうなんで。バリーのメンバーはみんな仲が良いと思っていましたが、そのメンバーは珍しく敵意丸出しで、カノン氏を見つけたら連絡せよと憤るほどでした。ただまあ喧嘩については解決のしようがないかもしれませんが、そんな人いたっけ、思い出せません。リンド、さっきのはどうだ。さっき、ああカノンチームのやつに会っただろ。バリーのやたらノイズにビビってて話が通じねえ。あ、そいつも思い出せねえとか言ってたっけが。思い出せない。まあフレットとも別行動だったし、ノイズも見当たらねえから放ってきたやつ。あれ、もしかしていたかも、そんな人。うん、なんとなく思い出した。ついさっきだからか。だとしたら少しずつ戻っていけば何があったかわかる。とりあえず記憶をたどって情報を追おう。フレットがああなった理由を突き止めないと。失った記憶を取り戻す。14時頃、渋谷ストリーム前、スクランブル交差点の時間に戻る。渋谷シンドローム末期の人。岩落とし、ベロシティアタック。ターゲットに向かって素早く体当たりする。左スティックで向きを変えることができる。連続攻撃の3発目でノックバックさせる。確率でロックバインド状態にする。シンクロチャンス、ロックバインド。敵が状態上ロックバインドで身動きが取れなくなった瞬間、進化する。アビリティアタックアップ行動不能。行動不能の状態上にかかっている敵に攻撃したとき、与えるダメージが大きくアップする。よし、戻ろう。スクランブル交差点の時間に戻る。運命を変える。この時間で何が起きていたか確認しないと。13時頃スクランブル交差点。ビートさんに連絡もらってここに来たんだっけ。ビート、ビートさん、何聞いてもダメ、様子おかしい。バリーメンバーだ、会うか。すぐ行きます。はあ、なんでこんなに忘れてんだよ俺。ウケる。おう、リンド来たか。うん、こいつだこいつ。バリーの人ですよね多分な。でも話しかけても脅しても答えねえ。ウケる。脅したらダメじゃないですかね。ウケる。そうか、じゃあお前に頼むぜ。うん、あの、こんにちは。君はツイスターズの。はい、質問してもいいですか。どうぞ。特殊なノイズってカノンさんから聞いたんですけど、そいつに会ったんですか。ああ、特殊な、あれ思い出せない。なんで忘れてるんだろう。聞ける。え、忘れた。どこであのノイズと出会って、どれだけ追いかけられたか思い出せない。なあ、あいつ変なノイズは近くにいないか。見た感じいねえけど。ショックでいろいろ忘れちまったってやつか。そうだ、この人のこと思い出した。聞いてても忘れてて何もわからないから他を当たることにしたんだ。この人の記憶喪失って、俺が記憶をなくしてることに関係あるんじゃ。あの、フレット呼んでみます。っていうか全員呼びませんか。よく探したらノイズも見つかるかもしれないし。ん、そうか、まあいいぜ。それで俺が呼ばれたわけね。頼られちゃしょうがない。受けって言っても思い出すにはキーワードないと。カノンさんとかノイズについてとか。よし、それで行こう。13時頃スクランブル交差点、リマインドでバリーメンバーの記憶を取り戻す。思い出せない。重要そうな気がするのに。受ける。いやいや、だからリンド、リマインドするんじゃないの。受ける。そうだよな。受ける。よし、やりますか。思い出せ。
あの、いろいろ思い出せました？話聞けますか？カノンさんから連絡が来たんだ。うん、今日はとにかく一人で行動しろって。一人でってのも怪しいよね。え？一人で？妙なノイズも現れたから珍しいのにやったら戦わずに逃げろって。普通さ、危険なのがいる場合は一人だったら逆に狙われるからね。カノンさんも誰とも合流しないように動いてるみたいだよ。メンバーもそれぞれ行動してお互い居場所はわからない。だけどこの辺りをうろついてたら、ん？珍しいノイズと会ったってことか。そう、強そうなやつだった。俺は一人だったし必死に逃げたんだけど、後ろから一撃を食らったら記憶が飛んだ。え？ノイズのせいで記憶がなくなった？そうかもしれない。じゃあリンドウも？俺の記憶もノイズのせい？あの時ノイズがいたのか？その後もしつこく追いかけ回されたんだ。まだ奴はこのエリアにいると思う。ほう。まだ奴はこのエリアにいると思う。うん、嫌な感じ。閉めてった方がいいね、これ。探そう。うん。バリーメンバーを襲ったディジーノイズを探す。いた！ディジーズノイズだ。あの野郎、RG の人間を狙ってんのか。行きましょう。まとめてかかってこいや。いけるいける、いける。俺に任せとけ。ヨゴザンスな。よし、いただき。やるな。ヘイト。壊すしかねえだろ。もう今までしてもいいぜ。参考にします。こりゃ元気。おやすみ。おやすみ。よし、もらった。さあ、これだ。俺も貢献してますぞ。でかした。いい感じ。とりゃあ、お邪魔だ。キア、トウ、キア、テイ、ヤッ。ギリギリだったじゃん。愛してるぜ。まあ、こんなもんかな。水分補給。うん、よし、倒したな。うん、記憶を奪われることなく済んだのですかね。戦ってちょっとやられるくらいは平気なのか。結構痛かったもんな。不意打ち&クリティカル的な。でもこれだけじゃ何とも言えない。もっと情報がないと。うん、話に出てきたバリーの人はあと2人。あのカノン氏、敵氏のメンバーもこの件に関係が？あ、それって。そうです、先ほどリンドウ殿をご案内した内容。カノン氏ご本人ではありませんが、バリーに属す人物を発見。すぐ行きます。あの、どういう感じでしたっけ、その人。むむ、お忘れとな。すみません、実は今時間を戻してる途中で。ほう、未来から来たリンドウ殿なんですな。だけど記憶がなくて。ん？記憶がないってノイズのせい？だったらとりあえずこいつに頼んだら。いいぜいいぜ。何を思い出す？どうしよう。フレットのことで。フレットがちょっと様子おかしくて。いつもじゃん。なんでよ、ウケる。今笑ったでしょ。気のせいですね。まあそういうわけで気になるから。っていうかそれは俺も気になるわ。思い出せ。それじゃあ発動。思い出せ、ウケる。あれ？ん？何も思い出せてない。え、失敗？受ける。もう一回思い出せ。ダメ。もう一回思い出せ。ダメ。なんで？俺たちにとっては未来だからじゃねえか？おそらく
時間的には未だ起こっておらぬこと、うん、つまりは思い出すことができぬ。未来も過去も変わってる途中だからってこと、うん、あってことは今の俺たちも林道の行動次第でいない状態になるかもってことか。そうなったとこで気づかねえし関係ねえだろ。ウケる。それもそっか。フレットの能力には頼れないと。少し前の時間から地道に戻ってくしかないのか、うん、話を戻しますと、ついさっきバリーに属す人物には遭遇しましたな。ええ、カノン氏に相当の怒りを感じて道玄坂の壁に八つ当たりしていましたが、ウケる。道玄坂の、なんとなく思い出してきたかも。砲局用、ターゲットに向けて縦長の鎖を発射する。鎖に接触した敵を高確率でチェーンバインド状態にする。道玄坂の時間に戻る。もう一度だ。この時間で何が起きていたか確認しないと。12時頃道玄坂。ナギさんから連絡を受けてここに来たんだっけ。林道殿。うん、くそ、カノンのやつ受ける。俺らを危険にさらす気かよ。話しかけるには少しの勇気と無謀さがいるかと。ですね。もしかしたらノイズの影響があるかもしれない。取り憑かれている情報などを入手されたのですか。あ、いやそうじゃないんですが、この後っていうか、俺今時間を巻き戻してて。なんと。ほう、未来から来た林道殿なんですな。そうなんですけど記憶がなくて。ほうほう、少しずつ時間を戻して確認してるんです。ひとまずここに全員呼んでおきます。戦いになるかもしれないから。彼に取り付いたノイズということですか。ですね。あの人の中かもしれない。とにかくどこかにノイズがいると思うんです。なんかヤバい人いるって。カノン、どこに行きやがった。受ける。荒れてんな。ノイズの影響かもしれないです。メンバーの中の良さには自信がありそうでしたしな。心配じゃん、あれいろいろと。ノイズのせいって考えるのが現実的かもね。あのタイプの心の中に入るのは気乗りしませんが、でも仕方がない。ナギ、あのさ、ナギ、昨日ありがとね。これナギにしかできないから頑張って。ええ、Y しかこの能力を持たぬ。それは事実ですな。あっしょうか。何見てんの、あんたに言ってないし。あ、ごめん。励ましに感謝、頑張りましょう、イエーイ。ところでメンバー見当たりませんが受ける。え、あれ、一体どこに。んな遠くに行ってねえよな。受ける。カノンさんが危ないじゃん、探そう。うん。12時頃道玄坂、消えたバリーメンバーを探す。あそこや、分かった分かった。ジャンプする。飛ぶよ。準備はできてる。行くぞ。気合い入れていくぜ。ウィOK。このまま突っ走るぞ。話す。いたじゃん、あいつ。ちょっと。お兄さん、お兄さん。どこだよ、カノン。受ける。ちょっとさ、落ち着こう。うるせえ、消えろ。受ける。うわ。おぼえ。フレット大丈夫か。いった。攻撃されたし。いや、なんなのあいつ。マジで危なくね。うん、あんなのカノンさんとこ行かせらんねえし。百軒街の奥に行っちゃったよ。追うしかありませんな。うん、おう、急げフレット、リンドウ。はい。
はい、おう、おい、お前うるせえ怒りがマシマシな剣ノイズが悪さしてるの？やばそうだが惜しかねえ。嫌な予感がしやがるぜ。だね。嫌な？ただのノイズじゃねえのは分かってるが、タッチが悪そうだ。うん。何話してんの？行っちゃったよ。うん。いい、急ごう。こっちだよな。そのはずだけど、どこだ？どっかに隠れちゃった？さっきまであんな目立ってたのに。ありあるよ。不安や怒りが増幅されるって考えたらノイズの影響ってことですな。探すぞ。それしかねえだろ。はい。隠れてるとかマジないわ。フレット落ち着きなよ。フレット気持ちはわかるけどさ、私だって昨日は。いやいや、いやいや、別にそんな思い詰めてないって。危険そうなやつだし、早く探そう。まあそうだね。路地裏で消えたバリーメンバーを探す。これで行ってみましょう。いる。待ってよ。ちょっと待った、リンド。さっきのヤバそうなの探すんでしょ。ウケる。スキャンすりゃ何かわかるかもしんない。そう、そうだな、わかった。バリーメンバー、ダイブ。ワイの出番ですか。シオンやめとく。ワイの出番ですか。ダイブする。ダイブ発動。うっざ。なんとかなりそうだな。お前らも敵か。受ける。俺に任せとけ。了解。テンション上げてこうぜ。順調だな。しまい。キューストーン。どいや。うやよっ。まあ、頑張ろっか。なんで？仲間はどこに行った？サポートじゃん。なあ。うわあ、こっちゃー。困ったときはお互い様。行こう。はい。さあ。燃え上がれ。よし。と。行け。壊してやる。やりすぎんなよ。やるじゃん、私でかした。あとこりゃよよこりゃこりゃあれこりゃぶんね。この手やるの任せてよ。よし、いいタイミングだな。任せてよ。押すからずっと行くぜ。ずりゃ、押し、はぁ、よし、倒せ倒せ。よし、もらった。その調子。くらえ。よし、もしかしてちょっとピンチ。あー、来るな来るな。受ける。ノイズ巨大化。やってやった。順調だな。いけ。巨大であるこいつだよな。こいつなんて。やるな。こんな感じか。でかした。やってやったし。順調だな。こんな感じか。よし、よし、ワイも貢献してますぞ。でかした。こいつはでかいだけ。
危ない危ない、こんな感じか、うん、これで行くのか、その調子、危ない危ない、俺に任せとけ、了解、たまには本気出す、いつもは違うのかよ、じゃあとやるしかない、と消えてよね、危ない橋渡りでしたな、あー危な、愛してるぜ、なんか調子出ないし、読めないやんけ、ウケる、俺どうしてた、大丈夫ですか、君ツイスターズの、なんでだ、さっきは敵だって思ってた、敵、もしかしてカノン氏のことも敵のように認識、カノン、そうだよ、リーダーだろ、敵じゃない、これノイズの影響だね、うん、退治したからもう平気、ああ、だから一人ずつ離れろって言ってたんだ、おかしいよね、カノン、ごめん、見えてきた、ん、どこにだ、そういう話じゃないし、受け、どういう話だよ、おそらくノイズの影響で周囲が敵に見える、そういう話ですな、だからメンバー同士離れて行動しろって、何なんだ、カノンさん大丈夫なのか、どこにいるんだよ、心配だろうけど落ち着きなよ、え、心配なんでしょ、ふ、またまた、やだもう、言わせんなってやつですか、照れてんだ、へえ、いや、言っていいなら言っちゃうけど、憧れてますし、美しいし、何でも知ってそうだし、言っても強いし、でも相手してもらえてねえよな、ウケる、そこよ、俺なんてまだまだ子供に見えんだろうな、真実は本当にそこか、え、何何、あなたには言ってません、なんでよ、いやでも教えて、あの時のフレットはもしかしてご自身で避けるべきことかと、でもまだ全部が見えてるわけじゃない、え、待って、それ怖い、いける、もう少し前の時間にも戻れないか、あのさ、敵に見えるってやつなんだけど、うん、うわ、何驚いてんの、ウケる、ごめん、抜け殻になってたやつも敵って言ってたよね、さっきの、うん、あー、あの俺今時間を巻き戻してて、あ、そうなの、ウケる、さっきいたのってどんな人だった、忘れたの、うん、リンドウの力ってそういうシステムだっけ、ウケる、記憶がなくてフレットに頼めば思い出せって、ウケる、リスタート中の俺の記憶は無理みたいなんだ、試した後なわけね、じゃあしょうがないか、ウケる、どういうのかってのは、ぼーっとしてたり荒れたりさ、見失っちゃったけど、リンドウ知り合いだって言ってたよ、あれ知り合い、なんとなく思い出してきたかも、1万円ラットストリートの時間に戻る、運命を変える、この時間で何が起きていたか確認しないと、11時頃キャットストリート、キャットストリート、何があったかよく考えないと、こうも渋谷が元気ねえと仕事もする気にならねえな、ウケる、あ、何でも屋の領事する気になんないのいつもでしょ、ウケる、まだあの手の仕事やってんすか、お前しばらく見なかったな、今何やってんだよ、ウケる、ああいう仕事はもういいかなって、領事さんも怪しいのとは手を切りなよ俺は頼まれたら何でもやるっていうだけだ、でもその依頼も最近来ないけどな、ウケる、渋谷も沈んでるしよ、うん、行っちゃった、特におかしい様子はなかったな、あの人たちじゃないってことか、でも渋谷が沈んでるか、リンド、え、あ、ショウカ、ここでショウカと偶然会ったんだ、それで何、あの人知り合いなの、知り合いっていうか何日か前ミッション中に会ったなって、そうなんだ、ねえ元気そう、
元気って渋谷シンドロームとか大丈夫ってこと？ああ、それは平気みたいだ。でも渋谷に元気がないって言ってたよ。そっか、 RG の人も感じてんのね。他に何か情報を手に入れた？ああ、あれ、今より後の時間のなら。どうしたの？は？どうしたの？記憶がおかしくてさ、時間を戻して確認してるんだけど、今この時間もあんまり覚えてない。はあ？何それ、記憶がない理由がわかんないの？ノイズのせいかもしれない。まだはっきりしないんだ。どこまで記憶ないの？昨日のことは？うん、それは覚えてる。今日のことが思い出せない、全くね。そっか、よかった。え？別に。な、なんでもない、受ける。昨日はね、大事な日だからね、召喚にとって。受ける。そんでリンドウはどうするの？この辺探るんなら手伝うけど。あー、でも一人で動く方がいいんだっけ？この後ノイズと会うかも。だよな。どうしたの？なあ、みんなを呼ぼう。なんかあるの？記憶がないからはっきりとはわからないけど、何かは起きるみたいなんだ。何が起きてもいいように、みんなを呼んどくってことか。ああ、未来で何かを失敗してる。絶対に回避したい。リンド、何か起こりそうって？うん、何があってもいいようにって思ってさ、この辺りを探ろう。11時頃、キャットストリート。キャットストリートビジネスノイズの情報を探す。ねえ、今の人さ、おかしい人がいたって？俺も同じの聞いた。柄悪そうって、もしかして領事？あれでも別にさっきは何とも。いらっしゃい。だるま、ネクヤン、ジュピター・オブ・ザ・マンキー。いいね、また増えた。だるま、 HP アッププラスプラス。 HP が大きくアップする。発売当初のデザインはそのままに、毎年高機能化が図られているタンクトップ。今年のバージョンアップでは新たに開発したハイテク素材を投入し、まるで着ていないかのような軽さを実現。OK。 ミロク、ディフェンスアッププラスプラス。ディフェンスが大きくアップする。通気性に優れ、抗菌加工も施されているので、激しく動いた後でも爽やかな着心地を維持できるスポーツタイプのジャージ。細身ながらゆとりを持たせたシルエットが今年らしさのあるニューモデル。クビラ、ダウン時間経験プラス。ダウン時間が短くなる。タグ風のブランドロゴや円形のワッペンがアクセントになっているスウェットパンツ。摩耗に強く耐久性に秀でており、スポーツウェアとしてはもちろん、リラックスウェアとして愛用する人も多い。エンマ、状態異常確率アッププラスプラス。バッジについている全ての状態異常の発生確率が大きくアップする。通気性と保温性のバランスが良く、夏は涼しく冬は暖かいトレーニングパンツ。細すぎず太すぎない絶妙なシルエットと、黒と赤の辛口なカラーリングがランでもジムでも目立つこと受け合い。やったね。属猿の木星ボルテックスセイバー。ターゲットに接近して切りつける。連続で攻撃すると最後に全方位の回転切りを2回繰り出しノックバックさせる。シンクロチャンスフィニッシュ。コンボフィニッシュを当てた瞬間、アビリティヒットリカバリー。敵にダメージを与えるとチーム HP が少し回復する。回復する量は与えたダメージ量に比例する。いいじゃんそれ。チェッケーラー。はいよ。ヴィンテージ風スタジャン。フレット、ディフェンスアッププラスプラス。フレットが装備するとディフェンスが大きくアップする。ホグファング日本上陸30周年を記念してデザインされた新作のスタジャン。メルトンウールの身頃と袖のレザー、存在感のあるワッペンなど細部までこだわり、ヴィンテージ風に仕上げている。ありがとうよ。あ、リョウジ、バリーのメンバー。え、バリー受ける。バリーのやつちょっと様子が変かも。静かに佇んだまま動く気配なし。領事もおかしいぞ。ちょっとどうしちゃった？おい大丈夫？受ける。敵か。おいおい、ノイズにやられたのか？ノイズ、あんたねえ、ノイズと戦ったの？カノンが敵。話にならない。これってなんで？どうせ何もできねえ。何でもやるんじゃなくってな。何にもできねえんだ。受ける。あ、
リョウジ。うわ、いって、なんだよ突然どうしたの。情緒不安定すぎない？ウケる。え、本気？ウケる。あいつがミッションであったやつ。うん、ああ、そうそう、なんでも屋のリョウジ。やる気なくなった。全てにおいて世界が灰色に見える。は？マジ？テンション上下激しすぎない？ちょっと様子おかしいな。そんな、渋谷シンドローム？こんなに早く進むの？ナギ、ダイブできる？ふむ、承知いたした。では早速あの豚野郎いや、リョウジ氏に。お邪魔。リョウジにダイブをしてノイズを払う。便利屋リョウジ。はぁ、やる気なくなった。金儲けとかどうでもいいわ。去ってるのもダリ。受ける。取り憑かれてますよ。ワイの出番ですか。デッキは同じでいきましょう。お邪魔。まとめてかかってこいや。気をつけろよ。だいたい世の中の方が間違ってんだろ。受ける。私完璧ですね。やってやったぞ。喜びすぎ。こんな感じか。出まーす。必勝。はっ、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 いい感じ。いい感じです。やるじゃん。私完璧ですね。テンション上げてこうぜ。よし、さあい。燃えろ。そこ、ありますな。順調だな。しまっ。ずりゃ、おし。よし、狙ったし。やるな。ナイスサポートじゃん。まあ、消えてよね。やるな。なさすぎでしょ。やった分だけ損するんだよ。よし、よし、もらった。やるな。行くぜ。よし、余裕じゃん。どうせ何やっても勝ち組にはかなわねえ。ここだ。いい動きだぜ。完璧。せーの。やるじゃん。私完璧ですね。俺に突っ込め。さすが、やるじゃん。ずりゃ、ずりゃ、よっ、燃え上がれ。やってやったし。順調だな。寒い。一体も貢献してますぞ。さすが、やるじゃん。捕まえた。やるしかない。おし、おし、順調です。でかした。聞こえますな。さっさと片付けんぞ。最後には全て奪われんだ。よし、もらった。調子いいじゃん。俺に任せとけ。了解。当然の出来栄え。やるな。うん、寒い。はっ、やっやってやったし。でかした。それならどう。でかした。ギューッと燃えろ。なかなかやるな。任せてよ。やってやったし。順調だな。
よし、ゼリアか。よし、ゼリアか。なんつった。燃え上がれ。やりじゃん、私。完璧ですね。やってやったし。順調だな。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。焦らんぞ。やりじゃん私。完璧ですね。すごい。じゃあね。まあまあですね。素直に喜んでよ。楽すぎでしょ。俺がアクセク働く意味あんのか。行きますぞ。はい、はい、オッケー。俺たちの勝ちだ。こんなもんかな。やったね。はあ、なんだ、急に重い気分はなくなったが、やる気が全く戻ってこねえ。受ける。仕事を変えよ。受ける。あれって気分晴れてるって言っていいんかね。受ける。微妙な感じだよな。ノイズは倒したけど、さっきのバリーメンバー、え、最悪。きっとあいつから領事に取り付いたんだ。あいつのソウルをほとんど吸って、その後別のやつに乗り換えた。あそこにいる抜け殻みたいなやつか。カノンが警戒してたノイズ、渋谷シンドロームの進行がすごく早いってことなんじゃない。宿主を変えて一人ずつ潰していくと。何それ、怖すぎ。やっぱ早いとこカノンさん探して協力しなきゃダメだって。あんなメッセージ本当心配じゃん。そうだ、今日が始まってカノンさんからあのメッセージが来たんだ。そう、あの未来の映像を見た後だ。センター街の時間に戻る。もう一度だ。今日のゲーム開始時、何が起きていたか確認しないと。10時頃センター街。あれ、1日の始め、3日目。しっかり。これ今日の。フレッド。おら。うわ。消えろ。あれ、フレッド、何が起こった。フレッドにノイズが敵とみなしてるもんね、こっちを。フレッド、ちょっと待て。これが今
今日起こること。そうだ、現実だ。繋がった、未来の映像と。カノンさんに近づいて。フレットがノイズに取り憑かれたのか。目が変だもんね。うん、橘カノン、ツイスターズに連絡。妙なノイズに囲まれてる。死神たち、うちに狙いを定めてきたみたいね。とりあえず警告、危ないからバリーのメンバーに近づかないで。あなたたちも一人ずつ行動した方がいい。いろいろ分かったらまた連絡するわ。思い出した、これでみんなで情報を探して。ノイズに気をつけてください。取り憑かれると危険。ああもう危険です。周りが敵に見えます。記憶もおかしくなります。そうだ、今すぐなら。今どこですか？手伝いに行きます。情報ありがとう、頼りになるわね。でも手伝えばいらない、危険なの。メンバーがもうやられてる。ツイスターズ巻き込んで共倒れなんて困るから、できるだけ自分でやるわ。念のため危ないからバーリンに近づいちゃダメよ。カノンさんはノイズに取り憑かれる。でも助けに行けない。誰もカノンさんの居場所を知らなかった。助けられない。オスリンドウ、よし今日もディジーズどもを。フレット、何？真面目な話、一人で突っ走るなよ。いや俺まだスタートもしてなくない？これからだよ。シーバ、ごきげんよう。渋谷の民よ、愛しき民たちに次ぐ。昨日の頑張り見ていたよ。お別れシーンは俺も胸が熱くなった。涙が出るほどだったよ。最低やな、ウケる。その感動のお礼に特製のノイズを送った。面白い特性を持っているよ。燃えるような展開を期待している。じゃあごきげんよう。何その特製ノイズって。そいつでカノンさん今ピンチなんだ。え、待って、何それ、どういうことよ。いろいろ情報手に入ってからどうするか俺が決めるから。何が起きてんだよ。これから説明する。でもその後情報を探して回った後、俺から連絡行ったら絶対集合してくれ。分かった。直前の時間に戻って今度こそ作戦会議だ。10時頃センター街、渋谷ストリーム前の時間で仲間たちに相談する。ピグもいるね。ちょっと待って、食いたいな。腹減んない？うん、減ってる。いらっしゃいませ。東京ローストビーフ丼。いただきます。いただきます。いただきます。あんめえな。いいんじゃない。この味だよ。いただきます。いただきます。いただきます。この味だよ。なまたどうぞ。集中だ。うっざ。ドイツからぶっ飛ばしてやろうか。おう。俺また難しいな。ちょっと上げていこうぜ。ほどほどに。よし。もう終わりか。オッケー。楽勝。色恋一点。ピグ簡単だったね、受ける。行きましょう。運命を変える。情報は集まった。ストリームにいた時間でみんなと話そう。戻ってきた。まずはサムドリンクスに。ん？フレット、カメラが3ついるっぽい。3箇所同時にカメラ見ながら探すんだと思う。これ前のミッションだね。カノンさんから連絡来た。ちょっと気になるからまた連絡する。そういえばこのタイミングでカノンさんから。そうか、この連絡があの事態につながる。カノンさんなんて？スペイン坂に来てって。ノイズの情報をくれるってさ。
これ罠だ。いや、とりあえず集合してから。サムドリンクス来て。言ったよな、俺情報集めてから決めるって。了解しました。よかった。危ないからって俺たちを遠ざけてたのに連絡くれるはずないんだ。ノイズが取り付いてるってことね。ああ、リンドウ来たな。じゃあ食いながら作戦会議か。あのフレットは？おいーす。ねえ、さっきも言ってたけどこれも巻き戻し中？うん、記憶は戻ったの？大体？ここからいよいよ未来を変えるのですな。ですね。変えないと。リンドウ殿、今までの情報を整理すると、今日現れた特殊ノイズは強い攻撃を受けると。強い攻撃を受けるとどうなる？視覚の一部が消失、受ける。あ、物が見えづらくなる。そういう情報もありましたか？受ける。なかったかもですね。しっかりして。強い攻撃を受けるとどうなる？家に帰りたくなる。あれ？家に帰りたくなるっけ。そういう情報もありましたか？なかったかもですね。しっかりして。視界が反転する。うん、視界が反転。そういう情報もありましたか？なかったかもですね。しっかりして。強い攻撃を受けるとどうなる？記憶の一部が消失。ですね。記憶の一部が消えます。ほー、強い攻撃を受けると記憶の一部が消失ということですな。そして次は取り憑かれた際の影響について。取り憑かれるとどうなる？強い力を得る、受ける。うん、強い力を使えたり。なるほど、そういう解釈もありましたか？いや、なかったかもです。リンちゃん、真面目にやりましょう。優しい気持ちになる。うん、どこか優しい気持ちに、受ける。なるほど、そういう解釈もありましたか？いや、なかったかもです。リンちゃん、真面目にやりましょう、受ける。ノイズを自在に操ることができる、いいね。うん、ノイズを自由に操ったりとか。なるほど、そういう解釈もありましたか？いや、なかったかもです。リンちゃん、真面目にやりましょう。周りが皆敵であると錯覚する。ですね。周囲の人間すべてが敵に見えます。なんと、取り憑かれると周りが皆敵であると錯覚する。大変な影響ですな。さらにもう一つ、本人の中へ影響がありましたが、それは取り憑かれた本人への変化は？近くにいると強烈な匂いがする。やば。うん、強烈な匂いがしたり。そうですか、そんなことがなかったと思います。リンド、冗談言ってる時じゃねえぞ。回復力がぐんと上がる。うん、回復力がちょっと上がっちゃったり。そうですか、そんなことがなかったと思います。ダグ、リンド、冗談言ってる時じゃねえぞ。自分でノイズを払える。うん、自分でノイズ払っちゃうとか。そうですか、そんなことがなかったと思います。リンド、冗談言ってる時じゃねえぞ。取り憑かれた本人への変化は？シビアシンドロームの進行が早い。ですね。シビアシンドロームの進行が早くなります。ですな。さらにシビアシンドロームの進行が非常に早いというところですな。でしょ。もう一つ、カノンは見つからない。ああ、それなんだけど、カノンさんは多分ノイズに取り憑かれてる。ノイズに？なんでそんなことわかんの？フレットへの連絡だよ。来るなって言ってたカノンさんがノイズの情報を渡すって言った。ノイズのせいで記憶ないのかも。記憶がなくても来るなって言うだろう、情報を持ってるなら。そっか、そうだな。あのノイズの情報を本当に知ってるならカノンさん、俺を呼ぶわけない。では我々はノイズを放ってはおけません。だからこの後会わなければならないと思います。取り憑かれてんだとしたら敵として戦う可能性もあると思います。てかだったらすぐ行こう。取り憑かれてるなら助けなきゃ。どこにいんのか分かんないじゃん。
いる場所はほら連絡来てるからさ。いや、助けに行ったら同じ未来になる。え？ああ。俺が見た未来ではカノンさんを助けに行ってフレットがノイズに取り憑かれるんだ。い、俺？細かいことは思い出せないけど、ノイズのせいで俺が敵に見えて俺を攻撃したんだと思う。え？うっそ、マジで？ってことはどうすりゃそうならずに済むんだ？俺が気をつけるとか？わからない。だから、だから？ああ、フレットは待っててくれないか？おお、なるほどね。それしかない感じ？少しでもあの未来の可能性をなくすなら、例えばさ、もっと時間前に戻してなんとかすんのは？ああ、戻ったよ、戻ったけど、お前に連絡が来るより前のカノンさんの居場所は誰にもわからない。どうやっても会えるのはこれからなんだ。マジか。俺はなんで取り憑かれちゃったわけ？助けようとしたのかも。それで失敗とか情けねえ。でもフレット、お前がどうしても行くって言うなら、どうすればあの未来にならずに済むか、また別の方法を考えてはみるけど。なんかそうまでして危険を犯したいかって言われるとそうでもないかも。フレット、でもカノンさんのことを好きとか言ってたしさ。え？いや待って、今日のやつ、あれは流れでしょ。素敵な人たち憧れてはいますってだけどさ、そこは今あんまり問題にしなくていいやつでしょ。いいのですかね。お、何なぎせん。起きることがあらかじめ分かっていて情報も仕入れてある。対策を取ろうと思えば取れそうですが。別にいいって、どうしたの？優しくない？はあ、それは気のせいですね。じゃあ、ああ、うん、留守番しとくわ。みんなにもカノンさんにも迷惑かけそうだし。つか本気で俺のせいかよ、マジ参る。まあ何かあったら呼べよな。戦いで手が足りなくて困るときはさ、取り憑かれないよう気をつけて助けに行くわ。ああ、うん、わかった。これで良かったのかわかんないけど、運命は変わるか？ガーディアン、チーム HP を瞬時に大きく回復する。バッジゲージ自然回復とリブート無効の使い切りタイプ。14時頃、渋谷ストリーム前。デッキ2で、運命を決める。運命を変える。フレットを連れてはいけない。これでなんとかなるか。運命を確定する。フレットに来てた連絡だと、カノンはここか。そうなるね。ねえ、フレット置いてきてよかったの？ノイズに取り憑かれてるの本当だとしたら、カノンと会えるの最後になるかも。もし絶対行きたいってなったら考えるつもりだったけど。どこまでもあのスタイルで行くのですかね。あのスタイル？ワイが言う用途は偽陽性とほぼ同義。え？偽？まあご本人様次第でしょうな。我々はそれよりも重大な局面に立つことになる。はあ、ダイブで追い払えりゃいいけどな。なんとか助けてやりてえけど。リンちゃんたち、やっと来てくれたんだ。連絡入れたのに遅いぞ。カノンさん、全然オラ違う。シーバさんのノイズなのは同じだけど別格かも。ずいぶん警戒してるのね。一緒に戦ってきた仲なのに。なんだよ、俺たちが敵に見えててああいう態度か。ある意味一番怖えな。敵に回したくないタイプ。でも辛いだろうね、心の中では。ナギさん、お願いします。だいぶ震えるわ。ナギさん、頑張ってください。お前が頼りだぜ。ナギ、いけるし、頑張って。何？せいせい精神統一？お邪魔。待て、ナギ。お、失敗した？ダイブしてる暇ないね。こいつら片付けてからだ。
邪魔するってんならぶっ飛ばす。油断はしないでよね。ウィいただきました。よくやったぜ。じゃあこれならどう。でかした。助かった。結構イラつかえるんだよな。やってやったぞ。喜びすぎ。俺に突け。いい感じです。僕はずっと行くぜ。なんつった。わからんうちにできとる。おいおい頼むぜ。やってやったぞ。喜びすぎ。安定するよなこのデッキ。戦える。いただき。すごい。やりじゃん。やっちゃうよ。じゃあね。あとこれでいくのか。その調子。これ我々の勝利ですな。楽勝。こんなもんかな。さすがリンちゃんたち、はあ、全部倒しちゃうんだ。うん、だいぶ諦めよ。え、でもやっと他のノイズがいなくなって。見なよカノン、もう助からないよ。綾乃と同じだ。待てって。諦めるってどうすんだ。逃げんのか。ほっとくのかよ。違うよ。カノン本体を叩くしか。え、カノンさん自身を。それが良いやもしれませぬな。昨日と同じで隙間はもうほとんどない。うん、助けられないかもしれない。そう思ってたけど、まさか本当に。ねえ、ちょい待って。フレット来た。うお、もしかしたら俺の力使えば少し時間が稼げんじゃない。フレット、やっぱさ気になって来ちゃったよ。うん、俺にくれたんだ多分最後のメッセージ。あ、カノンさん、カノンさん頑張って。今リンドウたち向かってるから、フレット私に会ったら戦って。あー切ない。泣けるね。リンドウ頼みがあるよ。うん、リンドウたちはカノンさんに絶対勝つだろうし、カノンさんもそれ願ってるけど、でもまだカノンさんは助かる。俺は絶対に助けたい。気持ちはわかるよな。うん、ナギセン力を貸して。俺がカノンさんに自分の意識を思い出させる。そこにダイブしてほしいです。ギョイ合点承知。カノンさん今助けます。思い出せ。ほっ、ナギセン精神統一。お邪魔。レッツゴー。ここは、はあ、失敗したわね。カノンさんの心の中か。結局ずっとまともにゲームでは争えなくて、最後もゲームマスターに陥れられる。助けますって、絶対助けます。ツイスターズ、なんであんなに力が強いの。でもどうせならもっともっと強くて、死神どもを一瞬で消し去ってくれたらよかったのに。なんて、彼らにそんなこと思うのは最低よね。カノンさん、すいません頼りなくて。でもここを乗り切って一緒にゲーム抜けましょう。お前が本体かよ。おーい、どっからでもかかってきな。
イリスクな戦いの予感。こんな感じか。おりゃずりゃいただき調子いいじゃん。あとはあぶねえ。生き返りになります。おうよ。私の出番だし、当然の出来栄え。その調子いい感じ。でかした。よっよっよっよし、もらった。やるな。じゃあね。やった。おりゃあ、おりゃあ、よよっ、おりゃあ、おりゃあ、よっ、おりゃあ、おりゃあ、おりゃあ、よっ、しっかり。おりゃあ、おりゃあ、元気。よっ、おりゃあ、いただき。すごい。ずりゃあ、決まった。やるな。できんだ。もちろんだぜ。レベル。いけるいける。待って、ワイも貢献してますぞ。さすが。やるじゃん。はっ、はっ、ほっ、はっ、ほっ、はっ。ちょっと早く。順調です。でかした。参考にします。なかなかやるな。オッケー、愛してるぜ。まあまあかな。固唾を飲むほどファイアーソード受ける。どうした。やったね。助かった。カノンさん、フレット、ありがとう。愛してるぜカノン。間に合わなかった。会えたじゃない。また間に合わなかった。リンド、時間は、時間戻せないのか。それは、それは無理だよ。自分に戻れないでさよならかなと思って。話せるのはフレットのおかげ。いつも夫婦じゃねえだ。調子よくて本音わかんなくて何なのって思ってたけど、やるときはやるじゃん。とふざけてたけど、尊敬してたのは本当で。うん、心から言ってるのわかる。今のいい感じ忘れないように。最後までゲームできなくて残念だな。あ、ツイスターズ勝ってね。
フレッド、応援してる。あ、カノン、愛してるぜ。ありがとうございます。シーバさん、優勢だね。でかい柱を失ったな。でも、ゲームは終わってねえ。うん、終わりそうだけど。でも終わってねえだろ。会話になんないし。うちはまだ全員いる。たった5人？渋谷死神だって、そのうちこっちに着く。渋谷死神？渋谷がやべえんだ。あいつらなら黙ってねえよ。なんだかんだ言って渋谷好きだからな。巻き返せるって思ってんの？思ってるぜ。脳筋だね。思ってなきゃダメだろ。少なくとも俺は、うん、最後まで諦めねえ。俺も報復だったのですかね。え、朝のゲームマスター思い出せてます？はい。一見いつもと変わらぬようで、だいぶ怒り浸透味を感じました。うん、怒ってたってことですか？冷酷無比属性だと思ってましたが、思わぬところで熱くなるような、意外といわゆるそんな超絶アンバランスメンタルなキャラかもですな。よくわかんないけど、そうなんですかね。幸福が度を超えて全力系の人物は大体そういうものです。シーバが本気出したら参加者は簡単に潰せるってことなのか。パリーまで消滅した。残ってるのはもう俺たちだけ。いけんのかよこれ。そうだ、スワローさん、パリーが、え、消えてない。誰受ける？死神の誰かなのか。誰でもいいか。うん、消えてなくてよかった。ここまで来たらね。スワローさん、渋谷のどっかにいるんだよね。なんかいろいろ厳しいけど、俺まだ戦うよ。ダイバリオン CP×3。 キャラクターボードが更新されました。立花カノン。私じゃ使い方がわかんないんだよ。ここかわいい、受ける。これを扱えそうな人を知り合いにはいない。かなり特殊な波動を感じるから、作者さんさえ分かればね。ん？誰かは分かってるけど。なんだ、作者さん知ってるの？う、まあね。じゃあその人のところに行くのがいいよ。あと怪異への占いだと、もうすぐ願いが叶うかも。わーい。え、本当？じゃあなんとかなりそう、受ける。よかったね。今度何占ってもらおっかな。何でもどうぞ。あ、ごめん、次のお客さんだ。さすが人気店、ありがとう。はーい。じゃあまたよろしくね。君が誰かはわからないけど、破壊が目的の敵というわけではなさそうだね。今僕は非常に厄介な問題を抱えている。そしてそれは君の懸念に通ずるものかもしれない。突然だけど、よかったら協力してくれないかな。リスタート、チャプターエンド。